お母さん的な感じ。三つ男はだから亭主って感じでしょ。自分がもうある程度アンカー的な形で守備やってればもう3人がいろんな形を作ってくれる。本当に楽しそうにボール回る。3人スルーして点取ったりとかっていうのもあったと思うんだけど、だからそれぐらいなんかアイデアがなんかいっぱいあって、まあ永遠のサッカー少年だね。本当にこうサッカーが好きでずっとこうボール触ってる感じ、ボールと一緒に遊んでる感じかな。だからやっぱプロになるとね、どうしてもこう楽しむとかっていうよりもやっぱ勝利とかね、もちろんそういうところが大事になってくるし、で元の場合はもちろん勝利とかっていうところには目標じゃないけども、そこに気持ちを置きつつでもこうプレーを楽しんでる、っていうのが、まあ一緒にこうピッチに立っててもすごく、見えたなっていう選手ですね、だから初めて見た時って、まあ1年生の時かな、東が選手権出ててボランチで本山がプレーしてたんだけど、細いなっていうのが第一印象で、でもうまいなって、で実際対戦する時はもうトップ下とかやってたけど、そこは変わらない、細いんだけど本当にボールコントロール、タッチだったり、まあ、ドリブルのキレとかもそうだし、それがなんか一生懸命やってるっていうよりはもう楽しみながらこうずっとやってるっていうのはもう高校の時から変わんないんじゃないかなと。まあもちろん元が勝って俺負けて、まあ俺が悔しがってるところにこう歩み寄ってくれて、でプロになって鹿島で一緒に頑張ろうっていうのは言ってくれたんで、まあ俺はもうおめでとうって言ったし、まあ、それぐらいかな、決勝終わった後の会話っていうのは。でもその前とかっていうのももう会話とかはしてたから、結構会えば喋るっていう感じにはなってたかな。どちらかというと元と三男は最初から、まあみんな仲いいんだけどね、どっちかというと元と三男は一緒にいたし、俺と曽我は一緒にいたしっていう感じかな。だから元と三つは秋田さんとかとよく連れてってもらったりとか、で俺と曽我は奈良橋さんとかにご飯連れてってもらったりとか、だから三つと元なんかは休みになって気づけば北海道にラーメン食い行くとか、なんか そんなアクティブだったのも、あれ曽我も行ったかな、俺は行ってないけど、3人でなんか、あと金子も連れてかな、なんか北海道2日オフになったからラーメン食い行こうで、どこ行くのってさ、北海道ってこともあったかな。すごいですね、なんかそんぐらいなんか元と三男とか、まあ曽我も、行動力もあったしね、結構オフとかでも一緒に行ったりはしてた。ただ4人ってなっても別にまあご飯とかは行ってたし、で本当にその4人の関係性っていい距離感があって、でだからベタベタしてないんだよね、馴れ合いじゃなくて本当にいい距離感で、まあやっぱチームメイト、友人でもあるし、でもライバルでもあるし、やっぱり誰かが出て自分が出てなかったら悔しいとかっていうのは当然あるしね。だからなんか本当にすごくいい関係性のままずっと来れたかな。まあ、俺らは3枚で、三男と元と俺は中盤だから、もっとこういう時こうしたいよね、ああしたいよねっていう話は結構ご飯食べてる時もそうだししてるかな。で曽我の意見も聞いたり、キーパーとしてどう、まあディフェンスこうした方がいいよね、ああした方がいいよねとか、結構だから4人で、だから多いのはサッカーの話じゃないかな。俺がボランチで2人が中盤前やってて、
もう二人に預ければ何かやってくれるなっていうのはすごく、まあ本当柳さんとか鈴木さんとか絡んでっていうのもあるけども、二人に任せるともう何でもやってくれるなって、だからそこにスルスルって上がっていけば自分も点取れるしっていうのがあったし、まあ途中からは三尾がボランチをやって、で野沢と本山の中盤ってなった時は本当にもう三尾をどんどん攻撃的にさせて、自分がもうある程度アンカー的な形で守備やってればもう3人がいろんな形を作ってくれる、本当に楽しそうにボール回る、だからまあそこにマルキとか絡むとか3人スルーして点取ったりとかっていうのもあったと思うんだけど、だからそれぐらいなんかアイデアがなんかいっぱいあって、なんか型っていうよりもなんか本当いろんなことができる2人だなって、俺はそれを後ろから見てるのが楽しかった。そういう意味ではだから一番ピッチ上で一番近くで見れるっていうのは特権かなと思ってるね、エピソードじゃないけどね、元がよく言うんだよね、試合中俺に怒られるって。っていうのもまあ、ドリブルで仕掛けたりとか、まあ、得点取れるシーンってもっといっぱい作り出してんだけど、まあ俺からすればもう打てばいいじゃん、入るじゃんっていうところでもう絶対元はもう一回切り返してかわしに行って、でもう一回切り返してで決めるとかっていうのを結構ねやるんだよね。でもこっちとしてはもう早く決めてほしいし、もうそれしかまあ見えてないからもう決めてって思うんだけど、もっと一回でもう一回違うとこから来てもそれが見えてるからもう一回切り返してとか、でそこからシュート打てばいいのにパス出して決めさせるとかっていうのをこう何回もやるから、いい加減試合中に「もっと遊ぶな!」っつって怒ったことはあるかな。それを元はね結構飲んでる時に言います。いつも浩二君に怒られるからなって言って、んごめんごめんってでもだって来るような気がしたんだもんとか、だから多分元はだからやっぱちゃんとそういう感覚があって、でも俺にはやっぱりフォワードのセンスっていうかのがないから、で見えてるものが違うからそこがないんだろうね。だから元としては遊んでるつもりはないんだけど、俺からするともう遊んでるように見えちゃう。だから結構後ろの人ってもうほら1点取る取らないで全然違うから、もう早く取ってくれ、であとはもう安定してこう戦いたいっていうのがあるんだけど、そういうのはでもそれぐらい本当に元は見えてるところっていうかが違うんだなっていうのは感じるかな。印象的なのはルヴァンかな、名古屋戦でガクが V ゴール決めたのかな、あの時のスルーパスを元が出したと思うんだけど、あれは後ろから見てても鳥肌立ったなっていう。うわそこにそんなパス出すんだっていう、まあ、ガックもよく走ってたけどテンポずらして出したのかな、あれはすごいなっていう、やっぱ天才だなっていう、だからもう攻撃的要素っていうのは元は全て備えてるなっていう、だからドリブルもそうだしパスもそうだしシュートもそうだし、そういうところはすごい持ってるし、だから
あとだからね、元のすごいところって10番来てそういうプレーができるっていうのがあるんだけど、ものすごく献身的なんだよね、チームに対して。あの守備とかもサボらないというか、本当にこうチームのために走ってくれる、で守備サボらずにやってくれる。だから攻撃的なその技術とかなんとかっていうのがフィーチャーされてる部分もあるんだけど、そういうところもあるのはすごいと思うかな、だからこうファンサポーターに愛されるんだなっていう気はしてます。4人の関係性でもやっぱり三尾はどちらかといったら口数少なくて、ピッチの中でもピッチ外でも背中で引っ張るじゃないけども、そういうキャプテンだし、まあ曽我はね、ああいう顔で、まあ優しいんだけど本当は、でもまあまあいい緊張感じゃないけども、チームにこう、まあ、球させてくれてる。で俺はどちらかというとうまくこうチームをこう支えようとやってるし、元はそれ以上にこううまくチームをこう支えながら、でまた三尾とかにも気を使いながら、こううまくこうチームをこう循環させてくれる。本当に天才とかのタイプってどっちかというと中心にいてこうやりたい人なんだけど、元っていうのはそうじゃなくて、そういう技術とか感覚も持ち合わせてるんだけど、常にこう人をが集まるというかね、人のことを気を使いながらこういろんなことをチームのためにやってくれる選手かなっていう。だからまあお母さん的な感じ関係で、三尾はだから亭主って感じでしょ、4人の関係性で言ったら。で元がお母さんで、こうなんかこううまくこうやってくれるような感じかな。だからもう祖が長男、俺次男みたいな感じなんじゃないで、まあ4人に共通するのはやっぱりアントラーズが好きっていうかね、まあ本当にお世話になってアントラーズに恩返ししたいっていう気持ちは強いんじゃないかな。だからまあ俺は一番最初に引退して、まあ、クラブに入って、でその後三尾、祖がで今回元だったけども、やっぱり4人とも、まあ3人ともだね、やっぱまずは鹿島でっていう言葉が出てきてたし、本当に鹿島でお世話になった、本当にタイトルを俺らが取ったとは思ってないし、まあ、先輩方に取らせてもらったのもあるし、若い選手たちが頑張ってくれたのもあるし、もっと言えばファンサポーターのその作り出す雰囲気とかでタイトル取れたっていうのもあったから、本当に鹿島でいい思いを、させてもらったんだなっていうのはあるかな。本来であればね、三尾とか曽我とかの引退試合ができればよかったんですけども、本人たちはあまり乗り気ではないっていう中で、あの元はね、まあみんなが喜んでくれるならぜひっていう形で、あの賛同してくれたし、ファンサポーターの皆さんも元のプレーに魅せられてた部分っていうのは、当然俺も一緒にプレーしてても見せられてた部分っていうのは当然あったし、だからやっぱこうやってコロナが明けて、もう一回元が門出じゃないけども、いい形でこうアントラーズの選手として締めくくる、でまた第二の人生じゃないけどもに出発できるような場ができればなって、まあ、それをやるのはやっぱり俺かなとは思ってたんで、だから今こういう状況になれて、あのすごく嬉しくもあるしね、あとは本当に本番でいいものをあの作れれば、またファンサポーターの皆さんと一緒にね、そういうものを作れればいいかなと思ってます。